お邪魔します。肉もう袋出たのかよ。そういえばこいつ気にしないやつだったな。さっさと取って帰ろう。誰？ミク？お風呂入るんじゃなかった？開いたけど。ニード。いつもの棚にコンタクト入ってるから取ってくんない？目が悪くて見えてないのか。あねえ。だがどうする、こんな不誠実にバレたのを知った。何？お昼に意地悪したことをまだ根に持ってんの？やばい、コンタクト、どの棚だ？ここか。あれは勢いで。悪いとは思ってるわよ。くそ、どこだ？何してんの？そこじゃないって。その上の棚だって。あれ、確かこの棚に、うん、ギャーッ。今向き合える状況じゃない。限界だ。逃げよう。やっぱ怒ってんじゃん。あいつのせいだ、全部あいつのせい。パパに命令されたからって好き勝手うちに入ってきて。私たち5人の家にあいつの入る余地なんてないんだから。こいつもしかして。もう決めた、今後あいつは出入り禁止。この時、俺はまだ理解していなかった。誰？この変態！痴漢！盗撮だ！そっちの取るじゃねえ！最低。